あおいちゃんさんありがとう。仕事で全然来れなかった。やっと来れた。ありがとう。お疲れ皆さんも。そうで明日はアソフェスの練習して、でアソフェス終わったら、ティフリハとサマステリハって、でパジャドラまた練習して初日を迎えるので、なんかもうごっちゃですねごちゃごちゃしちゃって、もう今日リハしたけど忘れちゃうんだろうなって心配です。本当にそうすごい心配だから、もう一回ちゃんと復習してから寝ようと思うけど、そう、いやなんかさ本当にさ本番イベントとかフェスとかさ公演も全部出れるのはさ嬉しいしさ、めっちゃ楽しみだし早く出たいって思うんだけど、それまでの覚える時間とリハの時間が私は一番きついってそう思うんだよね。俺なんかそうなんかね、それ乗り越えちゃったらもう当日は楽しみだし、もう早くフェスしたい公演したいとかになるんだけど、そのリハがリハまでに間に合う、ちゃんと間に合わせて覚えなきゃいけないし、立ち位置とか踊りも全部入れなきゃだし、そうだし一個一個確認しながらリハとかするからさ、当然長い時間リハしたりするから結構そう疲労感がね溜まりやすいね、リハの時はね。そうだから一番大変、リハが大変かなって思う。そう準備がね、そう豚バラさんありがとう。もうリハが一番でも大切なんで集中しないとねダメなんであれなんですけど、でも今日はでもそうちゃんと頑張れたので。 MJ さんありがとうございます。部活の追い込みよりしんどい、いや部活の方がしんどかったと思いますクロちゃんさんありがとう。いや部活の方がしんどかったと思うし、なんかもう毎日お家帰ってきて玄関に倒れ込んでたんで、それに比べたら大丈夫かなと、それに比べたらって、それを思い出したら甘ったれるなってちょっと今の自分にね言いたいですね。不安がなくなるまでのレベルもあるんやろし、そうね、不安ない状態でステージに立たないと無理なので、そうどうやって覚えるの、どうやって覚えるの、もうやっとひたすら叩き込むんです。ひたすら何回も映像を見返して振り振り見返して何回も見返して、で一個一個覚えていくの、ちょっとずつ。だからかなり時間がかかります。私たち生きてるだけ偉いよ、それな、本当にそれな。国城さんありがとう。日焼けした、うわ決勝観戦最高だね。さすが体育会系パーセン、そうですね、体育会系で生きてきてよかったと思います。豚バラさんありがとう。そう区切って覚えて、一曲一曲覚えていく感じ、公演とかで覚えれない、本当に難しい難しい、覚えるの難しい。なんかダンスなんかさ、ファンの人覚えるとかだったら全然得意だけど、テストとかもテスト勉強って辛いじゃん、それと一緒で覚えるの結構辛い。そう頑張ったので、でもまあとりあえずバジャドラ
パジャドラなんかね、もうちょっと時間あったらねよかったんだろう、あの全然普通に覚えられたんだろうけど、結構ねあの時間ない中であの本当に数日間で公演入れたので、パジャドラに関しては結構キンキンでさ、あれたちもみんな覚えたのでかなり大変だったのかなって思いますね。みんなその中でやっぱ他のイベントもあったし、ツアーもあったし、あとこれからフェスもあるし、あとそう毎日何かしらのリハがさ、やっぱなんか最近はあるんですよ。大体何かしらのことを覚えること、結構一つ公演だけパジャドラだけだったらまだねいいんですけど、あのそれが3つ4つってこう重なっちゃってるから、そう同時進行しちゃってるから、そうそう結構それがね、大変な部分があるね。公演だけね、だけ集中だったらまだねそう全然いけるんだけどね、そう他の部分でちょっとやらなきゃいけないことが重なっちゃってるもんで、そう一個一個一日一日ちょっと命がけで生きてきてるねポクピグさんありがとう。なんでこんなにツメツメなのかすごいツメツメな夏です。葵ちゃんさんありがとうございます。このタイムで暇復活するのが辛そういや嬉しいよ、めちゃくちゃファンの方が喜んでくれてると思うんで、それがねやっぱ嬉しいっていうの、あやっぱ公演さ、なんかそういうひまわり組っていいじゃん。そうだから喜んでもらえてるのは嬉しいんで、そう嬉しいんだけど、確かにこう重なりすぎちゃってるから、本当に重なりすぎちゃってるけど、でもこれが普通なの、普通になんない、なれなきゃなっていう感じだな私にとって。多分先輩方とかは全然普通だったりすると思うんで、それにまだ慣れてないのかなってちょっと思うので、早くならなきゃ、慣れなきゃねっていう感じです。私もそう普通にこなしていかないとなって。サットンさんありがとうございます。って思ってで、私はもう日々やってるんですけど、ファンの方とかにはちょっとあの日々褒めていただきたい先輩方へっちゃら、いやどうなんでしょうね、先輩方やっぱ、慣れてるんじゃないのかな、やっぱ1期生さん2期生さんとか、あのレベルの天井が見えないいやほんとね、そうね、あそう先輩がやっぱそう3期生さんまでは経験者の方、みんな経験者だから、私たちそう3期生さん3期生さんまで以外の後輩メンバーとかでリハをしてたんです、ずっと。そうアイチーの前で撮り始めました、ありがとう、いくらでも褒めるのでそこは分かるちょっとファンの方には甘やかしていただきたい、甘やかしてもらいたい、全部通してのそうだよ、
あのね、でもちゃんとしっかりやるべきことをやってますちゃんとやるべきことやって頑張ってるんで、頑張ってるっていうか、まあ普通なんですけどね、やって当たり前なので、ちゃんと何さ、手抜いたりとかもうやら、覚えなきゃいけないこと覚えないとかそういうのはないんで、そう、普通にちゃんとするべきことしてるんですけど、そうですけど、まあファンの方にはちょっと甘やかしていただいて、うん、あ、そう、4期でさもね、5周年の時とかやったりしてたってね。頑張るで言い遅れるから、みんなも頑張ってるからね、本当に。プレイリスト、あ、見た方いるかな、嬉しい、ありがとう、えらい、えらすぎる、愛知はできる子、うん、お体を気をつけて、ありがとう、昨日起きてみて、ありがとう、ピケさん、ありがとうございます、愛知初見、にゃん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 、ありがとう、すいませんね、もうこんなボロボロな状態でごめんなさい、ちゃんとごめんね、今日もリハでね、本当にね、もうボロボロ、髪の毛もうぶっとるわーってめっちゃ踊ったんでごめんなさい、マスクしちゃってるんだけど、ちゃんと時間あるときにね、しっかり配信しますね、ごめんね。そうね、ちょっと抜かれてましたよね、よかった、嬉しいフルで披露できたから嬉しかったです、うん、みさちゃんテレポ、ナピの仲良し？ナピさん、お話しますよ。地上波、地上波いいですな。嬉しいですね。ナピのこと好き、好きですよ。まーさん、おだちゃん、あいちーちゃんの涙で、そう、歌ありね。カジャドラの曲は何が好き？中盤曲が好きです。はるかさんちゃんもすごかった、そう、はるるんと会えたのよ、その時に、そう、だからさ嬉しかったよね、はるるんすごいよね、すごいよねっていうかさ、若いだって、まだ私より若いのに偉すぎるよ、1124、イエーイ、ありがとう、公園行きたい、仕事よ、公園来て、本当に、いやでもお仕事だもんね、来られる時に来てほしいね、マジで。パジャドラ投げました、あ、当たれ当たれ、24、ありがとう皆さん、今日はちょっとね、そう、124日経ちました、1000日からね、ロッキーちゃんたちもショールームねやるもんね、これからね、本当にショールームね、配信始まるのは嬉しいね、どういう子か分かんないかったりするじゃないですか、
ファンの方もさ、やっぱショールームの雰囲気とかもさ、多分だいぶみんな違うと思うし、そういうところで色も出てくると思う、その子の。うん、そう。でも中身を知れるじゃん、結構。そうそう、だからいいと思いますね。うん、推しを増やすパターンあるよね。そうそう、あったりもするし、そういうファンの方もいたりしたから、私もなんかそう、絶対見に行かないでとかはないですね。うん、全然。ね、どういう配信なのか気になるよね、みんな。そりゃそう、そうよ。でもね、まあショールームもそうなんですけど、こう最初はめっちゃ熱血じゃない、なんかすごいたくさんなんか来てくれたり、あいちあいちって言ってくれる人に限って、すぐいなくなっちゃうから、そう、すぐねこう流れる人ってね、結局またその子でも流れちゃうのよ、そうって思うのでわかる、言いたいことわかるかな。今ずっとさ、やっぱ見てくれてさ、いてくれるファンの方っていうのは大体わかりますよ。うん、流れちゃう人はね、大体どこ行っても流れちゃうので、そう、そういう人はもう仕方ないって思うんです、私は。そうそう、一応コキしか勝たんけど嬉しい押し増しって、アイドル側がどういう気持ちなの、押し増しはもちろん押し増しされたらやっぱ嬉しいよ、嬉しいよ、めちゃくちゃ。そう、すっごい嬉しいし、私のファンの方がもし押し増ししちゃっても、うん、なんかすごい嫌だなとは思わないっていうかね、なんかその人の自由をね奪うわけにもいかないですから、そう、その人がさ、いいなって思った子さ、なんでそっち行っちゃうの、なんで押しちゃうのとか言ってね、なんかね、その人のね、選択肢をね、そう、なくすわけにはいかないというか。流れてきたら流れていく、そうなの。これふるいにかけられる、そう。そうなんです。いや、もちろんまあさ、私だけさ見てくれてたらさ、まあそりゃ嬉しいよ。本音はまあそりゃ嬉しい。よそ見せずに私のことだけ考えてくれて見てくれてたらそりゃ嬉しいんだけど、でも押し増ししてもらえたら嬉しいしね、私も、私自身が押し増ししてくれたら嬉しいから、うん、だからしないでとはね、そう言わないというか、まあ本当にその人の自由ですね。うん、押したいと思ったなら押すべき。そう、でもね、簡単に押すのは難しいと思うんで、そう、じっくり検討して押すのが一番ですね。単押しじゃなくても村民なのっていいんですか。はい、好
きという感情を持っていただけてるなら。星回収には行ってくるかも。星集めに見に行く程度ですから。おしましから始まってるでしょ。うんうん、そうだよね。そうだからさ、うん、なんか別に縛ったりとかはしません、しませんし、やっぱでも、うん、私はまあ嬉しいからね、してもらえたら、なんか気になってもらえたりしてさ、そう嬉しいから、その人の自由です、ファンの皆さんの自由だよそこは。うん、そんなさ、でも余裕はないよ。なんか押しなんかさ、いなくなっちゃったりしたらやっぱ寂しいしさ、なんかもうなんか全然どうぞみたいな、そういうなんか優しい心はそんな優しくはないんですけど、うん、でもなんか縛るのも違うしねっていう、うん、どうぞどうぞ行ってきな行ってきなって、そういうのはないです。行きたいならまあどうぞって思うから、そうめっちゃおすすめしてどうぞどうぞとはならないんですけど、そうっていう感じかな、私は。押して HKT 以外も押してるグループあるし、そういうね、方もいるもんね。ありがたいね。だからまあ、とりあえずまあ、そうね、とりあえずまあ帰ってきてもらえれば、帰ってちゃんと寄り道してもね、ちゃんとお家に帰ってきてもらえれば嬉しいなっていう感じでございます。遊びに行くのはもちろんね、もう必要だよ。プライベート、みんなのプライベートというか遊び時間、自由時間必要ですから、そりゃそうよ。基本他ルームのことをベラベラしてるのやめましょう。まあ、そういう人いないからいいよ。まあ、そういう人いないからっていうか、そういうのはね、うん、そう喋るのはね、あんまり良くないと思うけど、そういう人いないと思うんで、まあありがたい。ありがたいです。帰る家があるから旅は楽しいみたいな。ちょっといいようにね、言うとそんな感じ。ズッキーさんありがとう。一斉結構そうよ、帰るところがあるのはいいことです。そうそうそう、結局ね、はい。ではたまに誰かの配信見に行ってる。あーでも最近見れてないな、本当に見れてない、うん、暇の時見てますよ。葵ちゃんさんありがとう。じゃあそろそろ終わろうと思います。皆さん短かったんですけど、今日も一日お疲れ様です。全然変わらないが、めちゃめちゃ好きだと思った。ありがとう。10時か。じゃあランキングを読みます。
13位ペシさん、12位ナオさん、11位スミスさん、10位カメさん、9位キドッチさん、8位ノッツさん、7位 PKS さん、6位福木雄さん、5位クロちゃんさん、4位葵ちゃんさん、3位国翔さん、2位 MJ さん、1位ブタバラさん、ありがとう。ありがとう。フォクピグさん、ありがとう。カメさん、ありがとう。クロちゃんさんもありがとう。疲れてるね。本当にありがとうね。みんなもありがとうございます。来てくださり。福木屋さん、ありがとう。やっぱ、積み重ねがさ、本当にみんなとのさ、この、なんていうの、一日一日の積み重ね。推し歴っていうの、みんなも私のことを応援してくれてる日数とかもさ、こうだ毎日毎日積み重ねていくわけじゃん。だからさ、やっぱその分さ、これからもそうやって積み重ねていったらやっぱすごいよね。なんかすごいよねって語彙力があれなんですけど、そういうのがやっぱなんかいいよね、いいよねっていうか、いいなって思うね。大切だよね。ありがとうございました皆さん。ではお疲れ様。一村ラジオ送ってください。あ、明日でも収録だから、もう今日中に送ってくれたらギリ間に合うかもしれない。バイバイみんな、おやすみ、ありがとう。おやすみなさい。またねー。